どうもココリア TV です。今日は韓国で大人気のモッツァレラチーズバーガーのお話です。はい、まあ、韓国といえば、まあ、ファーストフードといえばマックとか、まあ、いろいろあるけど、何よりもロッテリアがね、まあ、大人気、発祥ですからね。ということでロッテリアが大人気なんですけど、そんなロッテリアがですね、いつもいつも結構韓国で面白い商品を出すんですが、まあ、例えばプルコギバーガーとかは結構定番としてあるんですけど、それすごく美味しいです。韓国で食べられます。日本だとロッテリア食べられないかな、プルコギバーガーは。まあ、そんな中、韓国で今、まあ、インスタグラムを賑わせているのがビヨーン、モッツァレラチーズバーガーです。はい、まあ、検索するとインスタグラムでもたくさん画像が出てくるぐらいで、しかもみんななんかちょっと一癖あって、ただビヨーンって食べるだけじゃなくて、なんか本当もう伸ばしながら寝てる人とか、こうカップルでビヨーンってし合ってるとか、こう食べ合ってるみたいなやつとか、とにかく画像を見てて面白いので、みんなもちょっと検索してインスタグラムでチェックしてみてください。あとは、韓国で今大人気の子役モデルのジェウンちゃん、まあ、私もあれですね、動画内で一度やったことあると思うんですけど、そのジェウンちゃんもビヨーンと食べてる画像をインスタグラムでアップしてたりとか、とにかく今注目度大なので、韓国行かれる方はぜひロッテリアでモッツァレラチーズバーガー食べてみてください。私も2月に韓国行くので、それまでにロッテリアで販売してたらぜひ食べたいなと思っています。まあ、食べた人はぜひ報告してください。ということで、アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。